経営方針の高品質で売れるプライスなので、価格が安いのは当たり前、安いだけではなくてより良いものをより安く、店の顔ともいえるこだわりの肉売り場に価値ある商品をよりお値打ちにを、コンセプトにして、まるで市場、その日に仕入れた新鮮な魚が目白押しの魚売り場まで。今関西に関東や東海地方に地盤があるスーパーの進出が相次いでいる。人口減少時代の中、世はスーパー戦国時代。天下の台所大阪関西で消費者の心をつかむことができるのか、その戦いを撃墜した。やっぱり出汁文化ということで、かなり出汁感は強い。京都駅近くにある商業施設の地下2階に3年前にオープンしたのが、神奈川県に本社を置くロピア。ロピアで人気の肉売り場は面積も広く、このように希少部位まで販売されています。1971年に精肉店としてスタートしたロピアの目玉は肉。牛を一頭丸ごと仕入れることでコストパフォーマンスは申し分なし。肉質4等級の品質にもこだわった肉を取り揃えている。肩ロースの中の、一番いい部位の、座布団っていうところになります。ステーキで切るにしても、ここまで贅沢に切るっていうのはうちの特徴というか、それだけこの厚さにしてもお買い得にしてるんで、開店と同時にダッシュで買いに来られるお客様もいらっしゃるんで、お客様に、どの部位があるのとか聞かれるんですけど、逆にお客様の知ってる部位をおっしゃっていただいたら、在庫があれば基本的に全ての部位が揃ってますので。生鮮部門の総売上高に占める伸び率は7年連続全国1位となり、2020年に関西に初進出して以降、次々と出店し、3年間で16店舗にまで増えた。安いだけではなく、より良いものをより安くをモットーに掲げているが、空いたテナントや大型ショッピングモール跡地に居抜き出店することで、出店にかかるコストを下げ、コインロック式カートを利用し、自らカートを元の場所に戻してもらうことで人件費を下げる。さらに支払いは現金のみ。キャリア決済やカード決済で店側が払う手数料をなくすためで、徹底的なコスト削減で安さを実現しているのだ。東海地方から進出するスーパーもある。2014年に他店に先駆けて関西にやってきたのは、岐阜県に本社を置くバロー。広い売り場を確保するため郊外に多く進出している。開店直後、多くのお客さんが一目散に向かったのは魚売り場。漁港とかよく行くんですけど、そこよりも安いし、美味しいんで。人にも教えてます。いいよみたいな。この日の目玉は千葉県産のブリ、4000円余りだ。ブリ、はい、行けますよ。そこに行けば必ず欲しいものが見つかるという期待に応える店作り。品揃えが豊富で、こだわりの商品なども取り揃え、ディスティネーションストアとも呼ばれる。安さの訳はどこにあるのか。この日朝6時に店舗に到着したのは仕入れの車。仕入れに関しては基本的には前日にお客様から明日こういう情報がありますよっていうところをいただいて、その中で意見交換しながら、もっとこういう大きい魚が欲しいとか、こういう魚種が欲しいみたいな話をしながら、まとめて発注をかけるみたいな感じがしますね。その日その日でお値打ちな魚を仕入れる仕組みだ。
チラシに鮮魚類を載せないことで柔軟に対応して新鮮で価格の安い魚を提供している。独自の戦略を生かし消費者を呼び込むバロー。春にオープンする八尾店を皮切りに年内も多数出店予定だとしている。はい、お待たせしました。ありがとうございます。年々人口は減少し市場は縮小傾向である反面、関西の食品スーパー数は増加傾向にある。競争が激しさを増す中、なぜ関東や東海地方を地盤にするスーパーの関西進出が相次いでいるのか。専門家は、マーケットとして の高いポテンシャルが今後も見込めるというところが一番大きいのかなと。来年 の大阪万博であったり、少し先ですとカジノ含むの統合型リゾートですね、 IR の開業を控えているということもあるので、産業がやっぱ活性化して、そこに若い人とか流入もですね、結構見込みやすくなってくるので、スーパーとしてはですね、中長期にわたって、売り上げが見込めるということで、結構有望に見ているところがあるんじゃないのかな。こうした中、迎え撃つ関西地盤のスーパーも黙ってはいない。大阪東大阪市に本社があり、関西に167店舗を構えるスーパー万代。この店舗の特徴はどこでしょうか。はい、このお店の特徴はこのお魚の売り場になります。このエリアはこのお店がオープンした時からですが、非常にお魚の支持が高くて、お魚を食べたいなというお客さんが多いエリアです。その方々にお答えするためにいろいろなお魚を取り揃えて、調理も受けたまわって、お客さんに喜んでいただこうということでやってます。関西人の心をつかむ接客が武器だと話す。客の意見を直接細かく拾い上げるよう売り場に従業員を多く配置している。魚売り場だけで 5,6 人の従業員を配置する力の入れようだ。関東や東海から競合他社が見学に来るほどで、魚の対面販売は万代が発祥だという。エリアごとに客層や客の好みを詳細に分析し、40代や50代の客が多いこの店では、他の店舗に比べワインを多く取り揃えている。エリアごとの戦略が強みだが、関西進出を果たす関東や東海地盤のスーパーをどう見ているのか。スーパーマーケットの商売は局地戦なんで、近くにお店ができればその影響は大きいのかなと。ただこのエリアでお客様に万代が選んでいただける、要望に応え続けて、選んでいただく、喜んでいただくと、それがお客様と万代との信頼関係につながって、お客様が増えてくるのかなと。万代やライフといった関西人に馴染みのあるスーパーからわずか500メートル、東大阪市に今年11月新たに上陸予定なのが、神奈川県に本社を置くオーケーだ。激安を売りにしているが、3パック90円台で販売されている納豆もオーケーでは4パックで80円台で販売されています。エブリデイロープライスを掲げ、競合店より1円でも高い場合は値下げの判断をするほか、さらに惣菜が強いのが特徴だ。あのOKのですね、お惣菜ですと、例えばこういったあの299円の、あのラインナップでのお弁当、非常にあの品質にしっかりこだわった上でお安くと、ということで、かなりあのお客様にも非常にご支持高くいただいている商品ですね。OK といえば、関西スーパー様と関西でご一緒したい。3年前関西進出を目指し、関西スーパーとの経営統合を目指したが、 H2O との争奪戦の末かなわなかった。し
しかし今年、万代のお膝元東大阪で悲願となる初出店にこぎつける見通しだ。我々できるだけこの、開店したら閉店しないというようなポリシーでもやってるので、まあ、土地をも取得してしまってそこに自分で建物を建てて自社の、土地建物で、まあ、末永く使うことで、まあ、最終的にはコスト競争力があるような、まあ、お店。今月横浜市の本社で行われたのは新たな店舗で出す総菜についての会議。社長自らが参加しその内容を見極める。はい、今年の11月にオープンする関西出店に向けた方向性をですね、はい、ちょっとある程度定めたくてというところで、はい、商品のプレゼンをさせていただきます。はい、わかりました。はい、ああいきなりうどん入り関東では基本ないです、ね。まあ、ここでね、家で食べるとき締めのうどんとかやるけどね。はい、タレがですね、比較的透き通って、私はこれ食べ意外と美味しくて、なるほど、はい、美味しいですね。はい、関東で売れるものって売りたいな。はい、打ち出しとして関東でこう、うん、関西風すき焼きみたいな形で打ち出せば、ね、まあ、やっぱり関西の方がね食べ慣れてる、はい、味でいった方が、はい、いいと思うので、はい、関東とは違う関西の食文化、果たして勝算はあるのか。やはり関西の食文化を我々もしっかり勉強して、関西のお客様にとって利用しやすい味付けだったりとか品揃えはしたいというふうには思います。で、一方でやっぱり関東で非常にこの、幸いにして非常にご支持いただいている商品もたくさんございますので、それはそれでやっぱり関西のお客様にもご紹介をして、ぜひ一回ご賞味いただきたいなと思いますので、まあ、その組み合わせと申しますか、はい、低価格と高品質にさまざまな個性を打ち出して関西進出を果たすスーパー。人口減の中、競争が激しい市場で生き抜くのはどこになるのか。食をめぐる天下分け目の戦いからまだまだ目が離せない。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネットで。